谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷博史です。モス小野大輔です。ニコニコチャンネルでこの前のキャンプ動画がですね、続々とアップされているということでございましてですね、当初4週連続水曜日に配信というふうに歌っていたんですけれども、言ってましたね、だいぶ取れ高がありまして、結果5週連続配信ということになるということを先週お伝えしまして、どうかしてるね、やっぱりね、どうかしてますよね。そんな増えるもんだろ。増えちゃったんでしょうね。まだ増える余地あるよね、これ。ね、本当はあるんです。なぜかというとですね、まるっとワンシーンカットしてるんですよ。え、そうなんだ。はい。え、どこだろう。え、あの楽しいキャンプの中にそんなカットするような場面あったっけ？あったんですよ。それはね、カットするだろうと僕も思ってましたけど、何の撮れ高もないシーンあったでしょ。あれ、もしかして鹿ですか？そうですね。キャンプ場の裏手に鹿が出るんですみたいなことを唐突に言い始めて、鹿探しに行こうぜっていう時間があったんですよ。ちょっとありましたね。何にもなかったですね。何も起きなかったです。何にも起きなかったですよ。なんかそのキャンプ場、平たいところがあって、まあ、山登って中腹に平たいところがあって、そこがキャンプ場になってるんですけれども、そこにキャンプっていうかテントを張ってね、でその裏山みたいなところに、鹿が出るんですよみたいなことを諏訪さんが言い始めて、そう、ね、じゃあ見に行きますみたいな、っていうか見に行きましょうよって言われて、全然見に行きたくなかったのに、いや明らかに虚言だもん。そうそう、無理やり鹿を見に行かされるっていうくだりが実はあったんですよ。ありましたよ。で小高いその山をちょっと登ったら、その先なんか工事とかしてて、明らかに人がいる雰囲気があるから、それは鹿なんか出ねえだろっていう風なことを言ったんだけど、いや出ます出ます、鹿は出ます、出ました、そう鹿は出ますって言い始めていやいねえだろこんなの。そうだよ。え、あれ使われてないの？わかんない。だからあれは使われてないんですよ。あれは全く使われてないんですけども、その翌朝ね、高垣弟が早朝からキャンプに参加したじゃないですか、で一通り朝ごはんを食べて、で高垣くんに「この山なんと鹿が出るんだよ」って言って「マジっすか？」って言って、高垣くんが一人でさ山を登ってったじゃない。あのシーンはだからどうなったかだよね。せっかく相当頑張ってさ一人で登ってってたじゃん、あのシーン消えてったよね、傾斜。そうだよね。しかもカメラもついていかず、僕らもついていかず、後ろから「長くんもっと上もっと上」とかって言って「こっちですか！」とか言ってる、あのシーンがどうなったかだよね。あれ生きてんの？あれ分かんないんだ。分かんない。あれも道連れになってる可能性あるよ。そうだよね。そもそも鹿の下りカットしちゃってるから、高垣くんが一人で鹿を探しに行くシーンは何も生きてこないんで、おそらくカットなんじゃねえかなって思うんですけれども、もうまあ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 、そういうちょっと意味のないこともやってたんですけれども、やった上で5週連続だね。そうです、数週をカットした上で5週ありますんで、1話ごとの有料配信ではありますが、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。ということで、僕とあなたの物語、ディアガールストーリーズ第776話、先週の高垣くんの採点100点です。おお、もう作家払いから、サブ作家が何だろう、作家席に座って、はい、100点でいいんですか？メール差しも、それ何百点満点ですか？100点満点。100点満点で、はい、もう伸びしろないです、ね、あ、伸びしろなし、はい、卒業ですもん。あ、卒業だって。99点ぐらい。欲張りだな。この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして、神谷博史です。モス小野大輔です。 DGS キャンプ情報、いよいよ開催まであとわずかとなりました、はい、来週はですね、 ZEP 札幌、そして3月5日6日は ZEP 福岡で DGS のファンミーティング DGS キャンプが開催されます。そして3月6日日曜日の ZEP 福岡公演なんですが、こちらニコニコ生放送にて生配信も行いますよ。
チケット価格は全員抜き3900円、現在発売中となっております、購入したチケットは3月27日日曜日23時59分までタイムシフト視聴も可能ですよ。詳しくは DGS キャンプ公式サイトをご確認ください。よろしくお願いします。お願いいたします。ではリスナーから届いたフスを紹介しますよ。おい、ディアネームラムさんからいただいてます。お、神谷さん、小野さん、こんばんは。神谷さん、うん、当たる役おめでとうございます。お、うるせえやつらですね、はい、早速 PV 見ました。さすが神谷さんでした。違和感がありませんでした。素晴らしくて思わず声が出ました。世代ではない JK の私がなぜこんなに熱くなっているのかと言いますと、はあ、私の下の名前が、ディアネームの通りラムなんです。マジか。そう、本名なんだ。お名前ラム、来る夢と書いてラムさんなんですね。名前の由来はいくつかありますが、母がうるせえやつらのラムちゃんが大好きというのも由来の一つらしいですと。そんなわけで昔からうるせえやつらのアニメを見ていたのですが、まさか神谷さんが新しく当たる役をやってくださるとは、てんてんてん、びっくりマーク。はい、ということでいただいております。はい、ありがとうございます。まあ、2022年1月1日にですね、アニメ化が発表になりまして、うん、まあそれに次いでですね、僕とですね上坂すみれがですね新しい、うん、キャストとして、声を担当することになりましたということを発表させていただきまして、うん、まあ、それからもう1ヶ月以上経ってますけれども、うん、まあようやくこの話ができるなと、うん、はい、まあ、というのも去年にオーディションがあったんで、うん、去年の段階から実は僕はもう知っていたし、ああやるんだっていうことは、まあ、実感をしていた、実感っていうか何ていうんですかね、なんか不思議な感じでしたね。でしょうね、はい、昔から見てた、ね、嘘かなと思ってたんですけど、うん、まあ、1月1日に発表されたんで、うん、まあ、きっとやるんでしょうね。やりますよね。収録はだってもう進んでるでしょ。進んでます、うんうん、まずそもそも僕の感想として、うん、なんか噂でうるせえやつらなんかもうあたやるらしいよみたいな、うん、なんか情報流れてきて、うん、やめろやめろと。お、そんなもんね、リメイクしていいことなんか一個もねえよ。なんか今のこの口調も当たるっぽいけどねって思ってたんです、うんうんうん、僕思ってたんだ、うんうんうん、思ってました。だけど、うん、オーディション受けてくださいって言われて、うん、やるんだったら、うん、この役はもう誰にも渡したくないと。おお、まあ当たり前ですけれども、うんうん、その僕も実は猛烈に世代だし、うん、もうルミ子先生が猛烈に好きなんですよ。ルミックワールド。はい。うん、で、やっぱうるせえやつだとメゾン一行がものすごい好きで。世代。はい。そうですね、で、ラーマ二分の一ともそうなんですけど、通った。ものすごい好きなんで、うん、これは、しかも古川敏夫さんがね、うん、まあ先代というか、やってらしたんで、で、それがものすごい僕好きだったんで、で同じ事務所ですし、うん、あ、そうね、そうなんです。そういうつながりもあるしね。誰にも渡したくないと。当然いろんな文句だったりとか批判だったりとか、うん、来るに決まってんですよ。めんどくせえ気持ち悪いオタクどもは。そういうこと言ってくるんです。全然オブラート包まねえ、そういう気持ち悪い人たちが文句言ってくるのも分かるし、僕もその気持ち悪い人の一人なんですよ、はっきり言うと。なるほどね、好きだから。だったらもうそのなんだろう、もう批判とかもう云々みたいなものは全部もう受け止めるから、とにかく僕がやりたいと、うん、もうそういう気概で、オーディションに乗り込みまして、うん、どうやったら僕に決めてくれますかと。もうそれぐらいの勢いですよ。すごいね。何でもやりますから、どうやったら決めてくれるんですかぐらいの勢いで、うん、はいはい、いや食い気味だ、もうちょっとこうっすか、いやいやいや、はい、熱量高い、もうちょっと若くですか、わかりましたみたいな。亀井さん、はい、よく受かったね。そうだね、その感じで食い気味で。そうだね、憧れが強すぎる。そうなんですよ、推しが強すぎる。だからなんかちょっと一人だけ異常なテンションだったらしいです、やっぱり。なるほどね、やっぱりでもオーディションで選ばれるっていうのは一つなんかその抜きん出て何かが、そうですね、うん、こう訴えるものがないと選ばれないですから、はいね、やっぱその熱量は伝わったんだろうね。だといいなとは思ってるんですけれど、ね、うん、でやっぱり作品が大きいし、うん、でまあ当たりもそうですけどラムも大変だろうなっていうふうに思ってたんですけど、そうですね、こうスミペが出た、もうスミペと呼んでるんだよね。 あいつすげえな、ほんと。おー、あいつ、いや、ほんとすごい。ほんとすごい。スミペ、どういうと、どんなところがすごいの、スミペの。もう何もかもがすごい。早くだから見せたい。ああ。
新しいうるせえやつらを。そうなんだ。うん。ラムちゃんを見てほしい。もうとにかく見てほしい。うわー、これ当たるの気持ちもうなっとるやんけ。これは見てほしい。で、あのキャラクターデザイン浅野さんがやってるんですよ。あ、そうなんだ。おそ松さんのね。おそ松さんでおなじみですよ。1期2期でキャラクターデザインをやって、3期では逃げた浅野さんがやってるんですよ。言い方よ。そうなんだ。そうなんですよ。やっぱ浅野さんむちゃくちゃ上手いから、あの 今の上手い人がラムちゃん描くとこうなんだっていう、とにかく可愛いっす。はあ、早くみんなに見てほしい、あの新しいラムちゃんを。はい、すごい。僕も言うてもほら神谷さんの5つ下ぐらいか、うん、やっぱ僕らも通ってんすよね。そうだよ ね。いやだから楽しみでしかないよ、ね、これは。なんでまあ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 、この番組で、うん、少しずつ話していけることも増えてくると思いますけれども。あ、そうですね、とにかく今は、まあ、本当に楽しみに待っててくださいということだけを、うんうんうん、お伝えして、うん、あ、だって他のキャストとかも気になるじゃん。気になるよ。でしょ。てんちゃんとか気になる。すげえから。え、すげえの。マジすげえから、みんな。さらにすげえの。マジすげえから。ちょっとちょっと面倒とか気になるよ。ほんとすげえから。え、なになに。皆さんほんと楽しみに待っててください。あんまりと怒られそうなんで、これぐらいしてください。あ、そうね、はい、うん、ちょっとじゃあ続報を待ちましょう、はい、皆さんよろしくお願いします。楽しみに頑張ります。しているだっちゃ、引き続き皆様からのふつつとお待ちしてるだっちゃ。